さん、死ぬまでに乗りたい車でですか、ね、死ぬまでにこれはしときたいみたいなのは人にはそれぞれあるのかなと思うんですけども、まあ、その一つがね男性は特に車になる方が多いのはこれまあ仕方がないことですよね。で私もねあのフェラーリも憧れたしベンツもいいなと思ったんですけどもレクサスのハイスペック車も買えるところまで来たんですけども選んだ結果価格ではなくてねやっぱり。 レクサスの新車1500万、ベンツ2500万、フェラーリ3500万に比べると価格は随分リーズナブルなんですけども、私はね、ナイトライダーだったですね。えそして今、所有して2年を過ぎて、最初の車検を過ぎていや、本当によかったなと思います。あの、これ以上にね、私、憧れる車にはちょっとね、出会えないし、いやよくね、このナイトライダーのレプリカ作ってくれたと本当に思いますよ。うん、その2つが、 かみ合ってないと私の夢は画面の向こうでずっとね止まったままだったと思います、まあ、せいぜいミニカー買うぐらいだったかなと思いますけどね今いつでもナイトライダーになれるということで私の人生はね本当にありがたいなと思いますで人って何を幸せするかってねやっぱりそれぞれあると思いますけども少なくとも自分の思った未来が来るっていうのは、ね、年齢とともに来るっていうのは これは一つの幸せの形じゃないかなと否定できないんじゃないかなと思うんですよ。例えば30ぐらいになったらこうしようかなと思って実際に30になったらそうなっていたとかね。じゃあ40ぐらいにはこうなっていようかなと思って40になったら実際そうなったっていうのは幸せを積み重ねているってことだと思うんですよ。でも逆に吉田さん寂しいと言われましたけども30になってそうなっていない40になってそうなっていないっていうのはやっぱり寂しいし遺恨が残ることだと思うんですよ。もちろん 30になった時点で今ある自分を全部受け入れるねあの求めて願わなかったものに嘆くよりも今ああるるもものに感謝しし満足してていいいくっていう考え方も当然あると思いますコップに水が半分しかない時に半分しかないのかってもう落胆するよりもあ半分あって良かったって思,うより思った方がいいみたいな言葉もありますけどね。でも これ言葉を選ばずに言うとこれは負け惜しみとも言えるんじゃないかなと思うんですよ負け惜しみねでも私は吉谷さんは負けず嫌いなんですよ実際にコップに半分しか水が入ってなかったら残りの半分をどうやって入れようかなっていうふうに思うわけなんですよねできっと吉谷さんがある34を手放してさらにスペックの高い34を目指したっていうのはコップに半分入ってる水を飲もうと思った時に この水を一旦7に入れてね空っぽにするともしかしたらこのコップいっぱいの水を目指せるかもしれないっていうふうにまあ例えちょっと分かりにくいですけどね <laughs> まあけどねあの手放すことによって新しいものが見えてくるっていうのはあるかもしれないですね実は私もねナイトライダー手放したら多分 AI 搭載の EV カーのナイトライダーを目指すと思うんですよこれね実際に販売されてるんですよ 完全オーダーメイドで作るまでに、できるまでにね、やっぱり3年ぐらいかかると思いますけども、3年5年とかかかると思いますけども、これはね、2000万3000万ぐらいになるんじゃないかなと思いますね。特に、今私が持っているナイトライダーを作ってくれた会社に戻して、これをちょっと AI カーにしてよと。追加で料金払うし、5年ぐらい待つからみたいなことやったら、会社を上げて一大プロジェクトで仕上げてくれると思うんですよ。そうすると追加料金、例えば3000万で、 地球上にね、今までななかかったようなキットがが出来上がるかもしれませんねでも今んところ私今手元にあるキットでものすごくね幸せ感じてるんでそこまで欲しいなとは思いませんけどもでも私の気持ちが変わった時にそれを手に入れられる生活様式ですとか金銭的な余裕であって欲しいなと思いますね。まあ、今のところね、車の プラスアルファで 2, 台ならなならんんてことはないんですけどもね。まあでも、これからのことを考えてバランスよくやっていかなくちゃいけませんからね、うん、車ばかりを考えてるわけではないかなと思いますさあそして前回の吉田さんのテーマ年齢に応じた変化してないと寂しいよねってことですけどもやっぱりすごく悔しいっていうところもあると思うんですよ50になって60になっていまだに花開かないといまだにくすぶってると今日を耐えたところで明日も同じ現実が来る っていうふうな堂々巡りね。なんとか突破したいと思いながら、60を過ぎ、70を過ぎ、もう気力も体力も失われていくみたいなね。人生ってもう、やり直すことができませんから、私たちに20代が絶対に来ないように、30代ももう来ないんですよ。私はもうすぐ40代ともお別れしなければなりません。そうなると、これからは、50を過ぎた、まあ、いわゆるね、初老として生きていくわけなんですよ。いくら気持ちが若いつもりでも、 それれなななりののことをしなければ自分の肉体すすら維持でできないんですよね最近私はねカンフーを始めてもうすぐね4年になるんですけどもやってきてよかったなと思うのは今でも体がむちゃくちゃ動くんですよそして柔軟ですしねでウォーキングするんですけどもちょっと歩くともう5,000歩行くんですよでちょっと汗かくと1万歩すぐ行くんですよこれが私歩くのがたタたタタタタと早いんでね千歩なら30分経たずに そして、1万歩なら1時間経たずにクリアできるんですよ。こういうふうに、自分の歩く速度と距離ね、5000歩だったら大体3キロぐらいなんですけども、こういったことがね、明確に振り返れるのもやってきたからなんだなと思いますし、うん、なんかね、それによって自分のコンディションも確認できるし、で、最近はね、吉田さんね、私ね、シャドーボクシングを始めたんですよ。シャドーボクシングって、なんか、 ボクシングの真似っ子みたいな感じでみんなね、こうやってやると思いますけども、ちゃんとね、シャドーボクシングのかっこいいやり方とか、50代を過ぎてるシャドーボクシングのやり方って YouTube に起こしてるんですよね。いや、助かりますね。これ逆を返せばね、プロボクサーを目指していて、ライセンスは取ったんだけども、なんか試合ではあんまり勝てなかったって人でも、生きる道が残されていたってことなんですよ。だって、特にね、世界チャンピオンでなくても、シャドーボクシングはみんなできるわけですよ。 で、それを50代の私が知りたいわけですからね。そうすると、シャドウボクシングができるだけでも、結構なね、運動にもなるし、1分、2分でものすごく汗ぐっしょりなんですよ。しかも、体感も試せるしね、見た目にもかっこいいし、私、そのうちね、自分のシャドウボクシングをね、YouTube に残しますからね。いや、50を過ぎてね、これができるのはすごく嬉しいなと思いました。えそして、まだあるんですよ。あの、50を過ぎて、 ボクシングの試合があるんですよもちろんこれどこにでもあるわけではないんですけども50過ぎの親父ボクサーっていうのがあってですねでそこでは完全アマチュア素人の方とかちゃんとプロの方とかが混ざってですね試合をさせてくれるんですよもちろん健康や安全とかに配慮してもうちょっとしたことでね、あのー、勝敗決まっちゃうようなほんと軽いもんですけどもまあけどねこの年になって私また新しい希望ができました。 親父ボクサーに挑戦したいですねグローブをつけてパンチを繰り出してねそしてノックダウンとかは確かにないんですよもう危ないですからねでゴーンと首とか当たっちゃうと頭とか当たっちゃうと脳震盪したりとかこうね頸椎座礁したりとかして生涯にあの影響が及びますんでだからそうならないように本当にトレーナーさんがついて、えー、まあヘッドギアとかねほんと安全に配慮しながらでもボクシングの雰囲気を味わえるし パンチを打つこともできるし、で、一定の衝撃を受けることもできてね、いい刺激になると思うんですよね。ということでね、やればやるほど、なんか、すげえ人生が見えてくるなと思う、今日こんなことでございました。それじゃあ、今日も始まります。いってらっしゃい。